パチンコの演出みたいな。割と肩肘やらずにできるんだよな、このゲーム。意外と。全然なんかそんな風には見えないけど。新しいもの尽くしなのに。ボス！とりあえずボス。何か聞きたいこと？水木、もう一つだけ聞かせて。とても大事なことなの。あなたがアイスピックを引き抜いたとき、翔子の左目に眼球は。これは苦しい質問ですね。多分、なかったと思う。左の眼下は空っぽだったのね。うん、うん、ありがとう、参考になったわ。どうせ優しい。登場キャラクターって基本的にこう優しいんだよな。伊達ちゃんもそうだけど、相棒もそうだし。こういう時ボスは役に立つ。おい、役に立つってあった今。優しいっつった俺の立場。聞きづらいことをずけずけと。おい、とにかく眼球をくり抜いたのが水木じゃないってことは分かったな。水木が現場に着いた時にはすでに抜き取られていた。抜き取られて。眼球は付近からも発見されていないし、おそらく殺害現場で摘出されたと考えるのが自然だろう。摘出。水木の失声症について。犯人誰だと思いますよ、ボス。ねえ、ボス。わかるわけないでしょ。え？怒られて、怒られて。まだ情報が足りなさすぎるわ。もう一回怒られるか。は？わかるわけないでしょ。ボスの声誰だ。捜査を続けて。わかりました。その指なんだ。蝶になって止まるか、あの指。蝶になって止まります。ソムニウムで見たこと。報告はいいわ。何せ止まれってこと、その指。シンカーがシンク中に見た光景は全てこっちの制御室に映し出されるようになってる。そんな、もう丸分かりじゃないですか、それ。心の中がそれって大丈夫？それ懲戒処分受けないんですか？つまりソムニウム世界の出来事は常時私たちがモニタリングしてるってこと。言わなくても知ってるでしょ。はい、すいません。僕が開発したんですよ。すごいでしょう。髪型さっぱりしてるね、ピュータ。というわけだから、あなたが妙な人影を見たことも知ってる。あの青いやつか。本当、何だったのかしらね、あれ。青マン。青マンです。よかったわね、治って。治めって。あなたがさっきのシンクで彼女の心の傷を癒したからよ。俺そんなことしたっけ。癒すようなこと何もしてない。あなたたちと言うべきかもしれないけど。さすがボスはよくわかってるな。さすがよく見てる。水木が言葉を取り戻したのは私の功績によるところが大きい。実際そうだしな。お前は俺の指示通りに動いただけだろ。監督の評価だと言った。伊達くん、水木はあなたを必要としてる。守ってあげて。はい。ボスには逆らえないぜ。なあ、ピュータ。通常、夢の中では夢を見ている本人の姿は現れません。夢を見ている本人の姿は現れる。夢は主観的に一人称視点で見るものです。普通はね。確かにそうだ。自分を見ないな。けれど、シンク中は少し事情が異なります。シンカーは対象者の潜在意識に潜り込み、そこで再現される夢を経験します、うん、要するに対象者の脳内で演じられる舞台をシンカーが足を運んで見に行くようなものです。足を運んで見に行くような。なのでそこでは役者である主人公が姿を見せることになります。役者である主人公。シンカーはそれを客観的に三人称視点で見るのです。難しい。ソムニウム内に相棒がいる。走ってる。ケツが。相棒は人工神経によって伊達さんの脳内とリンクしています。極端に言うと相棒は伊達さんの脳の一部ということに。脳の一部。このため
シンクの際に伊達さんのデータと合わせて、ずっと走ってまた現れて走って、相棒のメインプログラムの一部も対象者の脳内に送り込まれることになります。永久リピート。ただしあくまでも一部です。相棒の全ての機能が転送されるわけではありません。走る相棒だから、ソムニウム内の相棒はアホっぽいのか。確かにこの普通の現実世界でさ、あの相棒よりちょっとなんかギャグをやるよね。アホって言うな。ちょっと聞き逃して。アホって言うな。さすがボスはよくわかってるな。いいね、これもう一回喋ってくれるのいいね。は？わかるわけないでしょ。操作を続けて。いいですね。ところでピューター、さっきのソムニウムで相棒は人の姿をしていた。今まではあんな見た目じゃなかったはずだが、あれは今まであんな見た目じゃなかった。でも最初らへんで出てきた時もあんな感じだった。相棒自身が考えたものです。考えたものだね、あの衣装。喜べ、お前の好みに合わせてデザインしてやった。何その海外シート力、好きなの？はあ、あれのどこが俺の好みだって言うんだ。なぜ伊達好みにする必要が。私はお前の脳内の隅々まで熟知している。隠すことはない。もうなんか内助の功なわけね。ピューター、相棒がバグった。相棒はバグった。バグってなどいない。バグってなどいない。どうやら相棒のやつ人の姿に憧れちゃってるみたいな。人間っていいな、なのか。ででんででんで、憧れてるわけでもない。憧れてるわけでもない。ちょっとしたサービスの一環だよ。伊達は私にとっての宿主みたいなもの。何その理由付け。その主を喜ばせてやろうと。喜ばせてやろう、私は喜ばせてやろうとだな。喜ぶか、あんなもん。あんなもんどういう関係なんだよ。まあまあ、そういう思わせぶりな関係ってことだな。ねえ、ボス。ナイルしてきたら誰だ。ナイル。それは。インド感がすごい。あ、でもこれ、イシスとかホルスとか結構エジプトの神様の名前出てくるから、それにかけたのかもな、ナイルも。エジプトつながる。どうして。エジプトコン。言いたくないから。答えになってない。そいつがナイルのメッセを送ってきたから。お前は現場に。あれ、ボスずっと睨んでる俺の方。どう考えてもそいつが怪しいだろう。怪しいだろうが。あれ、ボスに怒られちゃうんじゃない、これ。あ、そうだ。答える気はなさそうだな。こうなってはテコでも口を開かない。テコ。水木はそういうやつだ。やけに詳しいな。お前の隅々まで知ってる。彼女を何年見続けてきたと思ってる。もう4年になるか。1年、4年、5年、6年、10年。お前の知らないことまで知ってるぞ。え？例えば。ああ、やめておこう。聞きたくない。何を言おうとしてたの？ちなみに、水木の携帯はすでに調査済みよ。もう全部調査してますね、我々。でも履歴が全部削除されちゃってて。え？今ナイルの送信者の解析を行っていますが、しばらく時間がかかりそうです。ピューターがすごいな。髪型も服もすごいしな、ピューター。だから大丈夫だって言ってるじゃん。言ってるじゃん。なんでお前今まで喋れなかったんだよ、そんな生意気なのに。しつこい。生意気ゆえか。しつこいと言われるほど何度も聞いてないはずだが。はずだが。圧がしつこいの。圧がしつこい。女優か。お前は女優なのか。圧ってなんだよ。その体からにじみ出てくるヘクトパスカル的なやつだよ。ヘクトパスカル。気圧か。よかったじゃないか。いつもの水木に戻って。いつもの水木なんだこれ。離婚しよう。この潮対応こそが。水木にとっての平常運転。それでいいのか。甘やかしすぎじゃないのか、相棒。こんなことなら
言葉をなくしてた方がマシだったよ。今は大丈夫。今は大丈夫。ぎこちない演技。でもあの約束は忘れてないから。忘れてないから。なんだよ、ソフトクリームを買ってあげる約束。約束？もんじゃのこと。もんじゃ、もんじゃか。今度一緒にもんじゃ行こうね。てか連れてってくれるんでしょ。連れてってくれるんでしょ。ゲロでも食ってる。ゲロでも食ってる。失声症は言葉が喋れなくなる病だ。耳は普通に聞こえる。わかったよ。すべてことが片付いたらな。片付いたらな。伊達ちゃんは大人だからな。水木、あの人影は何だったんだ。人影？ほら、お前のソムニウム、夢の中に現れた。青魔。伊達、そんなことを言っても水木にはわからない。わからないから青い。青いと。彼女はあのソムニウムを経験してはいない。あれはお前が彼女の脳内で見た夢なんだ。すごく。なあ水木、例のメリーゴーランドで誰か見かけなかったか。うん、うん、見た。メリーゴーランドから少し離れたところ隅の方に立ってて。どんなやつだった。誰や。わからない。遠かったし暗かったし雨も降ってて。男か女かもわからないか。怖くなって柱の中に。柱の扉少し開いてたから。まあ絶対犯人ではなさそうだな。まとめ。とにかく話はわかった。水木は現場で怪しげな人影を目撃。だが正体は不明と。もしかしたら現場に何か手がかりが残されてるかもしれないわ。じゃあ一緒に行きましょう。悪いけどもう一度行ってもらえる？え、ボスは、ボスは日焼けするのが嫌なのか。ブルームパークへ。私は事務所でショッピングをしているわ。俺はボスの手となり足となり動くことにした。あれ、車のあれがない。ブーンがないならないで寂しいもんだ。確かこの辺りだったな。うん、あの茂みの、茂みだよね、茂みの奥。一本の小道が奥に向かって伸びているのがわかる。謎の人影をこう取って。ズームしたいが、寒くないか。そういう気遣いとかいいから。おい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 。なぜだ。このヒートテックをかける。今までそんな言葉かけてくれたことなかったじゃん。え。あ、そう、日常ではあんな日常では もっと優しくしてほしかったっていうことか。おい、伊達。私たちはこれまで適度な距離感を保ってやってきた。適度な距離感を保ってやってきた。突然踏み込んでこられると迷惑なの。なるほど。これが思春期ってやつか。もしかしてあのシンクとかいうやつが終わった後、伊達の体に抱きついたから、それで俺って頼りにされてるんだとか思い込んじゃったのかな。まあ落ち着け水木。そういうと俺はソフトクリームを手渡した。勘違いしないでくれる。私はただ目の前に手頃な物体があったから抱きついた。手頃な物体。ラノベか。別に電柱でもよかったしサボテンでもよかった。じゃあサボテンに抱きついてみる。俺はサボテンを取り出す。むしろサボテンの方が良かったくらいだから、もう私のことは心配しないで。サボテンいかかよ。巻き込みたくないってことなのかな。だそうだ。おいおいおい、伊達ちゃん何も言わないぞ。失声症になったぞ伊達ちゃん。うん、
思い出したよ。何を？小さい頃この遊園地に来たことがあるの。その時私はまだ4歳で、写真があったからな。だけどはっきりと鮮明に覚えてるの。ここで見たパパとママの笑顔。パパとママの笑顔。ここはね、私にとっての思い出の場所なんだ。なるほどね、分かってきたぞ。この頃はまだパパとママは仲が良かった。しかし時間が経つにつれ仕事のことですれ違うようになって仲が悪くなった。だからあの写真をビリビリに破り捨てた。ここしかないんだよ。家族の記憶の中で明るい色をしてるのは、あの時の仲が良かった家族の記憶を断ち切るために写真を破いた。なのにママはここで。まあ瞳で間違いなさそうだな。そうなると犯人は、ただこの小道どこに繋がってるのかなと思って。その先は不思議のダンジョンになっている。茂みの奥の方を見ている。茂みの奥。相棒、この茂みの奥は地下鉄の駅に繋がっている。地下鉄の駅に繋がっている。不思議のダンジョンに繋がっている。地下鉄？言うまでもないが、今は使われていない閉鎖された駅だ。8年前に起こった化学工場の爆発事故。どこだこれ。川崎の付近。そのせいで辺りの土地は汚染され、川崎地区は立ち入り禁止。川崎だから川崎なんだ。本当になんか似てるなと思ったら、このブルームパークも川崎地区の中にある。似てるなと思ったら川崎だ。遊園地は閉園に。羽田空港とかの近く。付近を走る鉄道も廃線となった。あら、じゃあ湘南新宿ラインはどうなるんだよ。地下鉄、地下鉄。はい、その線路はずっと地下を走り続けてるのか。いや、このブルームパークから少しばかり北上したところで地上に出る。踏切があるな。あ、線路が道路と交差している。線路が道路と交差している。そりゃあ踏切だからな。はい、一つ頼みがある。伊達ちゃんが何か思いついたぞ。昨日の夕方以降、その道路を走った車がないか調べてくれないか。そんなことまでわかる。無敵すぎ。了解。Nシステムを検索する。Nシステム。ねえ、ずっと黙ってるけど、どうしたの？いや、ちょっとな。ちょっとな。わかったぞ。昨日の夕方以降、その道を走行した車は1台だけ。1台。あるわかりですね、それは。2台やったらどうするんだ。車種は大型の SUV。色は黒。色は黒。ナンバーから所有者が判明した。お願いします。ひとみさんですね。誰？なだみ翔子の前の夫であり、水木の父親。なる？沖浦蓮司だ。沖浦蓮司だ。まあ、ひとみとは言わねえか、まだこの段階で。俺が喜ぶシーン。つまりこういうこと。パパは線路の上を車で走ってトンネル、閉鎖された地下鉄の駅で車を止め、トランクに入ってたママの死体をメリーゴーランドに運んだ。すごい情報分析。まだ沖浦がそうしたとは言ってない。車を運転してたのは別の誰かという可能性もあるし。その通り。そうだよ、そうに決まってる。まあまあまあ落ち着けよ。いずれにせよ犯人が地下鉄の線路を使ったのは間違いなさそうだ。地下鉄の線路を車で取っていったの。すごいガタガタしてる。ガタ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 。現場の付近に車を止めた形跡がなかったのはその。いい音楽が流れ出して、監視カメラに映ることなく死体をメリーゴーランドまで搬送できる。これ音量、音声マックスですよね。僕音声、ボイス音量マックスにしてますよ。よかった、間違いなかった。これがデフォルトなんだ。パパはやってない。さあ、どうだろうな。とにかく、沖浦から事情を聞きたい。早く会いてえよ、沖浦。そのために、こうして。会いてえなあ。水木、足が見える。水木の足。なあ水木、もう一度聞かせてくれ。
メリーゴーランドで見かけたあの人影は違うよ、絶対に違うパパじゃない。断言できるか。断言できるか分からないけど、何か言いたそうだ。言いたいことなんかないよ。え、むしろ話したくない。話したくない。パパのこと疑うような人とは。よく今まで生活してこれた。だって信じたいさ。だってとあいつとはもう5年の付き合い。そもそもなんで引き取ってるんだろうね。あいつに手錠をはめたくない。そんな姿を水木に見せたくもなかった。確か1週間くらい前、レムニスに遊びに行った時に。レムニス。何か変わった様子？特になかったよ、いつもと同じ。お前がいた病院には来なかった。うん、確かに不自然だな。まあそこら辺はまだわかんないな。あいつのメガネが何やってたか覚えてないよ。伊達の方はどうなの？伊達、本当に伊達って呼んでるのか？電話かけてみればいいじゃん。かけたよ、さっきもかけたし。夕べから何だ？出ないんだ。水木、着信拒否。お前にナイルしてきたのはお給料だな。え、なんで？俺には性格は悪いが、正確な調査を得意とする相棒がいて。性格をかけている。そいつに調べられてな。性格は悪いは余計。前半は余計だ。より簡略されたツッコ。送信時刻は夕べの8時5分。文明はこうだ。水木、パパは大変なことに巻き込まれてしまう。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。おうおうおお。助けてほしい。お前の力が必要。まあこのラインを本人が送ってるとは限らないからな。落とされて撃ったか、ハッキングされた。落とされて撃った。そうだよ。携帯を取られた。確かにパパの携帯からナイルが。ない。でも言ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。それで黙って。うん、パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし。なるほど。どうしても行かなきゃと思う。それでこんな強がってるわけね、水木は。オータを誘って。ブルームパークは立ち入り禁止区域として指定された川崎地区の中にある。ホームレスやゴロつきの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。ファイナルファイトじゃん。さすがの水木。ファイナルファイトやりたくなって。一人で行くのは心細かったんだろう。でも違うんだよ。何が？あのナイルはパパが送ってきたんじゃないんだ。きっと誰かがパパの携帯を使って。車と同じだよ。ブルームパークに行った車はパパが運転してたわけじゃない。まあ落ち着け。俺はそう言うとカボチャのスープを手渡して。別の誰かが。カボチャのミネストローネ。多分犯人が。もしもそうなら最悪の事態が想定される。つまり沖浦レンジは利用されるだけ利用された後、どこかで殺されて今は土に埋められている。携帯も車も沖浦以外の人間が操っていたのだとしたら、今頃マグロ漁船に沖浦は乗せられている。ボスから電話だ。ボスから電話だ。やった。ちょっと待ってから取ろう。大丈夫。ボス。相棒から報告を受けた。沖浦が怪しいんだ。怪しいです。まだわからん。私もそうじゃないかなと思ってたのに。これ聞こえてんの？水木。だって行動が不自然でしょ。水木に会いに来るでもなく、電話をかけても繋がらず。事情聴取を受けてからどこに行ったのかもわからない。ボス。まけに証拠殺害時のアリバイも。ボスめちゃくちゃ疑ってるんだけど。ないのか。え、俺が喋んのこれ。ボス？ボス？ボス？まあこのまま何も言わずにっていうのもいいか。何も言わずにボスと。左の視界にボスが映っている。めちゃめちゃ便利だ。便利すぎ。
ちなみに水木は俺がこんな風に携帯を持たずに通話している光景を日常的に見ている。そんなところまでフォローしてくれるのか、このゲーム。だからわからないって言ってるでしょ。伊達くんはどこに向かってるわけ。今ボスの家に向かってる。自宅だ。ああ、だったら行っても無駄よ。近くの署員に向かわせたけど、もぬけの殻だったって。じゃあ、オキューラはどこに。電話を切る。なんでだ。じゃあ、ボスまた。ボス、もろもろ了解だ。何かわかったら連絡してくれ。ええ、そっちまで。え、本当に切っちゃうの。ああ、そんな。本当に切ってしまった。俺の意思じゃないんだ。散歩け。散歩け。え。もしかしたら散歩けにいるかも。散歩けってない。そうか。サンフィッシュポケット。サンフィッシュポケット。キューラから聞いたことある。芸能プロとは別に、確かそんな名前のメイドカフェも経営してるって。伊達、場所を特定した。駅前じゃん。南口の方。南口の居酒屋とかしかない。ここから北北東に10キロ。秋葉原だ。秋葉原。秋葉原は実名なんだ。いやーわ。ちょっとボスにもう一回電話かけるわ。そんな、あの食堂、食堂に、お、アンレマ、見ちゃった。何がどうなってんだこれ。吊るされてる。あの紐はめちゃめちゃ手の込んだ殺し方。ピーンとしてるね。キューラ。あがかがかがか。顎外れちゃうよ、こんなことしたら。顎が外れちゃった。母親も父親も殺されたっちゅうわけか。触媒。オーション。ひどい顔ね。寝てないの？椅子に座りなさい、ボス。友人が殺された。姿勢悪くなりますよ。この状況でぐっすりと眠れるほど、ずぶとい神経は持ち合わせてない。十分太いよ。ゴン太よ。ねえ、ボス、ピュータ、お前もいたのか。どうしてここ。それで、ま、それで歩いてきた、その格好。いけませんか。その格好でお前は家から歩いてきた。オキューラが殺された件で、ボスといろいろと話を。そこに伊達さんがやってきて、現在に至るというわけです。現在に至る。いつになく表情が険しいな。立て続けにあんな事件が起こったんですよ。ピュータ意外と何感情をあらわにする感じなの。笑ってなんかいられませんよ。真面目。ピュータいつになく真剣な顔つきをしている。そうなんだ。俺はピュータのことをあまり知らない。沖浦の死体からは左の眼球が抜き取られていました。なぜ眼球を。証拠の死体からもな。左目があるやつの方が少なくなっちゃうじゃん、そろそろ。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり、あなたには左目がない、それであなたは他人の左目を奪おうと。率直なやつだ。なんてね。冗談ですよ。疲れてるんだ。妙なことを言うな。まあ確かに左目がないなんてね、そうそういないからな、左目がないやつ。そういえば伊達さんが左目をなくしたのは6年前でしたね。ああ、
だが当時のことは何も覚えてない。何も覚えてないの？俺は左目と同時に記憶も失ったんだ。あ、自分でなんかくり抜いたわけじゃないんだ。その1年後、私は空っぽになったお前の左の眼下に移植されることになった。したがってお前とはかれこれ5年の付き合いということに。年単位で付き合うね、君たち。そうだったのか。ちょっと明らかになってきた。ボス、水木はどうなった？今病院で眠ってるわ。目を覚ましたら様子を見てカウンセリングを始めるそうよ。そうか。母親に続いて父親までも。私清掃になったかもしれない。ボスも寝てないの。ボス寝ましょう。隣の部屋で。当たり前でしょ。お偉方との話し合いにマスコミ対応。まだ山のように仕事は残ってるわ。そんなに忙しいんだ。俺のいないところでテキパキ働いてんだ。小休止でやっと一息ついたところなの。これは小休止のポーズなのか。ボスが小休止したいとき机の上に座る。第一発見者の伊達くんなら分かってると思うけど、沖浦が自殺したって線はほぼゼロね。ねえ、あんな自殺したんだったらまずクレーンの上に顎、口の上引っ掛けてから死なないといけないから。その後自分の目を沖浦は間違いなく何者かによって殺された。左目が抜き取られていたことから証拠の事件と同一犯の可能性が高いわ。動いていた沖浦を見たかったぜ。連続殺人ってわけか。第二サイクロプス連続殺人事件。第二サイクロプスって何？え？サイ。本庁の方に捜査本部が設置されて、そう名付けられたんです。そんな、サイ。第二って、前にも似たような事件があったんですよ。それって言うとして、伊達ちゃんの右目が、じゃない、左目がくり抜かれた事件と一緒じゃないか。ピュータ。ピュータ。あ、これ伊達に言うなって口止めするってことはやっぱそうか。隠していても仕方がないでしょう。簡単にバレることです。テレビでもネットでも今はその話題で持ちきりですし。なんかこの子あれに似てるな。あのヤムチャに似てるな。6年前の事件の犯人、サイクロプスがもう一度現れたんじゃないかって。6年前、それってボスが言ってた。しょうがないわね。6年前の事件について。今捜査本部の方では6年前の事件のことを第一サイクロ事件って呼んでるわ。プスはどこに？今回の第二の方と区別するためにね。だからってプスを略すことないでしょ。事件が発覚したのは6年前の10月。なんか随分適当なキャラデザインになりましたね。アシスタントが書いてるんですか？秋川渓谷の山中からサガ X が書いてる。4つの死体が発見されたの。4つも腐敗の進行度から死亡した時期はそれぞれ別々であることが分かりました。その年の5月から9月ぐらいにかけて4人は異なったタイミングで殺されたんです。5月、6月、7月、9月。ただ死体には2つの共通点が。2つの共通点が。アシスタントが書いているということと左目がくり抜かれているということ。1つは全員若い女性だったこと。そしてもう1つは4人とも右の眼球をくり抜かれていたんです。右だと？亡くなった後でね。じゃあなんで伊達ちゃんは左なんだ？右と左？待ってよ。右の眼球が4つ、伊達ちゃんの眼球が1つ、そして今回の事件の被害者が2つってことは、右目と左目を4セットずつ欲しがっているということだ。サイクロプスという名前は。そうか、1つ目か。死体が発見されてから数日後、マスコミ各社に犯行声明が送られてきたの。中には自分がやった、彼女たちは仲間になったのだみたいな感じのことがダラダラと記されていて。仲間になったってことは犯人は一つ目ってことか。声明の中で犯人は自らのことをサイクロプスと名乗っていました。そのことから事件はサイクロプス連続殺人と呼ばれるように。サイクロプスとはギリシャ神話に登場する一つ目の巨人族のことだ。知ってます。鳥山明が書いてたんだよ。天空神であるウラノスと、ウラノス地母神であるガイアの間に子供たちで。ガイア。青髪の。
卓越した火事の技術を持っていたとされている。ちょっとバッドエンドっぽい方に進むと、ちょっと 悪い道に進むとすぐバッドエンドにしてくる人。その声明は本当に犯人が？間違いないわ。犠牲者が殺された直後の写真が一緒に同封されていたんです。そのサイクロプスとやら捕まったの？オスだいぶ腰痛いでしょそれ。組み替えるスピードがやばいっす。あれからもう6年も経つのにね。ちゃんと椅子に座った方がいいっすよ。だったら今回の事件もそいつがやったんじゃ？それはありえないのよ。なぜ？1、第一サイクロ事件で殺された4人は全員女性だった。ちょっと待って、ちょっと待って。今回の事件もそいつがやったんじゃ。でもオキューラは男性でしょ？まあそうだけど。被害者の顔から抜き取られていたのは全て右の眼球だった。だけど証拠もオキューラも。奪われていたのは左の眼球。え、同じやつがやったっていうことでしょ？今回の事件もそいつがやったんじゃ。それはありえない。でもありえないにはならなくないですか、ボス。ありえるじゃないですか。さらに目玉を取られたタイミングも異なります。あんなに優男だったのに。大きいな。第一の方では4人が死亡した後でしたが、翔子と大きいらは生きている間に、生きている頃の思い出の中で生き続けてくれ、二人とも。まあそりゃ仲悪くなるわな、この夫婦。まるでなんか家庭にいる様子が想像できないもん、この二人。だがそれだけじゃ、私は家庭を作っている姿想像できませんよ。そう同一犯でないと断言できないんだよ、それだけで。他に根拠はあるのか？さすが伊達ちゃん。ごめんなさい、これ以上は言えないの。え、そんな、ボス。どうして？国家機密だからよ。国家機密。国家機密だからよ。国家機密。国家機密だからよ。そんな、ボス。ボスの3サイズと身長と体重を教えてくれ。国家機密だからよ。なんだよ国家機密って。いいから、このことについては忘れて。ボスにまだいろいろ聞きたい。昨日も言ったと思うけど、第一の件を知らなくても今回の事件を捜査することは可能よ。ボスが初めて彼氏と付き合ったのは何歳なんですか？ごめんなさい、これ以上は言えないの。どうして？国家機密だからよ。国家機密が増えていく。なぜなら第一と第二の犯人は間違いなく別人だから。国家機密が3つになった。相棒、第一サイクロ事件の捜査資料を。お、裏ルートで。話している間にデータベースを漁ってみた。めちゃくちゃいいなこのコンビ。めちゃくちゃいいんだけど、この伊達と相棒のコンビ。だが、これといってめぼしい情報は何も。ウェブの方も同じだ。さまざまな推理は載っていたが。なるほど。ネット上の情報しか集められないからな。いずれも、信憑性に欠けるものばかりで、有益な情報は見当たらなかった。ワンピースの考察サイトレベルの情報しかないの。くっそ。大量バト。両端はええわ。今のところ私たちから話せるのはこのくらいね。そうか。伊達さんはこれから捜査に？ああ、もう一度沖浦の死体が発見された場所、サンフィッシュポケットに行ってみるつもりだ。ろくに寝てないんでしょ。捜査の前に仮眠でも取っていったら？わかりました。そういうと俺はボスの太ももの上で寝た。いや、大丈夫だ。行くぞ、相棒。了解だ。多分第一の事件ではこの伊達ちゃんも被疑者の一人として認定されているのかね。だから言えないっていう。でもそうだとしたら今回の事件でも捜査外されるはずじゃないのか。怪しいっつってさ。
けー、ガソリン代やべえな。だて車の加速がいつもより若干鈍い。トランクに何か積んだか。いや。じゃあ後部座席には。そんなことまでわかるのかよ。後部座席に何が。死体が入ってるの。相棒がいない。相棒入れ。ハンドルの真ん中。え、バックミラー。水木、あ、勝手に乗ってるんだ。気づけよ。ちょっと危ない。前見てよ前。それは気づいてくれ。水木はシートの間をまたぐようにして助手席に乗り移った。それが一番危ない。体調はいいのか。うん、前みたいに喋れなくなったりはしてない。そいつはよかった。体勢がついたのかな。体勢。前回のシンクで親父が水木の心の傷を癒したのが関係してるのかもしれないな。伊達は癒した。伊達が車に乗る10分くらい前かな。鍵もかかってなかったし普通に乗れたよ。まあでも一緒にいてやった方がいいかもな。古い車が好きなのはいいけど鍵くらいちゃんとかけなよ。それができないならオートロックがついた車に変えた方がいいんじゃない。伊達は毎日こいつの相手をしてたってことか。お前ルスッと竹だけしいって言葉知ってるか。しかし水木の言っていることは正論だ。セキュリティに万全を期せないのなら私からも車の買い替えを進める。車の買い替えを進める。タントなんてどうだろう。なんで俺が悪いみたいになってんだよ。安いし車体も広い。いい天気だ。話すことがないなら無理して話しかけなくていいよ。それだとこのゲームが終わってしまうだろう。そうか。っていうか伊達はもう大人なんだからそういうのはやめた方がいいよ。急に天気の話を始めるのって案に自分は今話題に困ってますって言ってるのと同じだから。いかんな、これはちょっと性格を強制しないとまずいぞ。これちょっと伊達ちゃん甘やかしすぎてるかもしれない。水木をしつけてやる。またさっきいつもの独り言言ってたでしょ。あれ気持ち悪いからやめた方がいいと思うんだけど。後部座席の水木に気づく前、俺は相棒とのやり取りを口に出して行っていた。水木は私の存在を知らないからな。ゲーム実況みたいなの。ああ、アビスのことを教えちまった以上もう隠しておく必要もないんだ。説明するのも面倒だしな。あ、知りはしないの。あ、私の存在知らないからなってこと。あ、じゃあ本当にずっと独り言を言ってる感じなんだ。それ違和感持てよ。違和感っていうかその4年間ずっとこの独り言を。気づかれるまでは黙ってよ。本当にやべえな。じゃあ私はいつでも紹介される準備はできてるぞ。紹介されるぞ。ちょっとやめて。その何何何、え、お嫁さんなの相棒。気が向いたらいつでも言ってくれ。いつでも言ってくれ。力強いみたいに言うなよ。しまった、また口に出して。また口に出して。だって病院行った方がいいんじゃない。今度歯医者に、今度眼科に行ってくるか。おすすめの眼科教えてくれ。病院抜け出してきたの。おいおいおい、俺かよ。退院1日前に病院を抜け出した。念のためにもう1日入院してくださいって言ってた病院を抜け出してる。大勝負。もしかしたら今頃大騒ぎしてるかもね。連れ戻し。大してされねえよ。看護師も慣れっこだろうし。やだよ、やめてよ。病院なんかいても何にもならないもん。今から捜査に行くんでしょ。私も連れてって、きっと役に立つから。お前みたいなチンチクリンが何の役に立つんだよ。だって被害者は私の実の父親なんだよ。まあ確かにそうだ。現場で伊達が気づかないことも娘の私なら気づくかもしれないじゃん。だがそれに自分のパパを殺されたんだ。
教員でじっとしてるなんてできないよ。まあそういえばそうだ、仕方がない。連れてってくれるの？ただし捜査の邪魔だけはするなよ。誰でも連れてくるな。フリーパス。私はじっとしてるのが我慢できないだけ。そういう妙な正義感っていうか中二病みたいなのはもう卒業したから。まだ卒業できてないぞ。中二病を卒業って、お前まだ小6だろ。小6病知らなかったのか。水木は一般的な同級生よりかなり精神年齢が高いんだ。最近はアドラーの心理学の本を読んでいるみたいだぞ。アドラーの心理学の本、背伸びしてるんだな。選手は十分中二病っぽいだろ。何？ちゃんと前を向いてよ。運転の時はこの首の向きがちょうどいいんだ。私に気づく前はちゃんと前を向いてたじゃん。あ、左目ないからな。あれは世を忍ぶ仮の姿。こっちが本当の俺だ。なんで一人の時に仮の姿をしてるの？それは配信者だから。なあ、お給料について聞かせてくれ。でもいいから、何か捜査の手がかりになりそうなこと。ああ、記憶の中の沖浦はこんなに優男なのに、実際は顎が外れている。パパのことってわけじゃないけど、あんなに黒縁眼鏡なのに。パパから聞いたママの秘密なら。翔子の秘密？翔子の秘密。翔子の秘密を教えてくれ。ママが投資会社の代表をしてた。投資会社の代表。絶対離婚するなこの夫婦、うん。その会社でやってたの。大掛かりな詐欺なんだ。大掛かりな詐欺。村上ファンドみたいな。詳しいことはわからないけど。インサイダーです。元から潰す予定で会社を作って、わざとそこに投資させて。おいおい、とんでもねえやつじゃねえかよ。この夫婦。な投資家から結構な額を騙し取ってたみたい。毒出らしじゃねえか。それもっと早く聞きたかった。うん。一人で？うん、もちろん一人じゃないよ。何？バックには暴力団が。脅されてやってたってことか。面倒ごとはそっちの人に解決してもらってたらしくて。まあでもそれじゃあ。その事件は一度も表立ったことはないようだ。まあ同情はできねえな。その暴力団とやらが。裏で事件をもみ消していたのかもしれん。とにかく元気そうで何よりだ。別に元気ってわけじゃないけど。ああ、早くボスのとこに戻りたい。じゃあやっぱり病院に戻るか。送ってくぞ。そういう意味じゃないよ。まったく、なんで伊達はそんなに喧嘩腰なのかな。本当に子供っぽい感じ出してる。喧嘩腰じゃない、心配してるだけだ。心配してるんだ。だったらちょっと不器用すぎない？全然伝わってこないんだけど。たく、ああ言えばこういうな。そんなんだからおきゅうらども。だてだて、あら、めっちゃ優しいね。パパとも何？なんでもない。なんでもない。ほんとか、だてってデリカシーないよね。そんなんだからずーっと一人身なんだ。やばいな、これ相当依存されてるな。水木、お前のせいでコブツキに見られてんだ。伊達ちゃん相当依存されてるぞ。本来だったらモテモテだっつーの。ま、いくらモテてもロリコンの伊達は嬉しくないんだろうけどね。ロリコンの伊達、ロリコンであってほしいっていうことでしょ。誰がロリコンだよ。さらっととんでもない捏造するな。あー、怖い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 。ロリコンと車で二人っきりなんて人生始まって以来のピンチかも。俺はロリコンじゃないし、仮にお前が成長してもお前みたいな性格のやつは眼中になったら安心しろ。伊達ちゃんは意外と周りにこういう性格のやつを置きたがってるのかもしれない。だから相棒も割とこう突っかかってくる。伊達にだけは性格のこと言われたくないんだけど。それはこっちのセリフだ。大人げないおっさん。かわいくないガキだ。なるほど、伊達が主役のゲームなんだな。当たり前だけど、伊達のアクセサリーだよ。水木は伊達ちゃんをよく見せるため。
ヤマトパソコンか。俺は水木を連れてメイドカフェサンフィッシュポケットの店内に入った。伊達さん、お疲れ様です。お、警官。前と同じ警官なのか。最初の警官どこに行ったの。その子は伊達ファンの警官。捜査資料に目を通してないのか。失礼しました。失礼しました。目を見せてくれ、警官。ここで発見された被害者は。お前、可愛い花をしているな。そういうと俺は警官の花をなれと。そういうことだ。通らせてもらうぞ。おお、こんなメイドカフェ。てか広いな、箱。これ埋めるの大変だぞ。お、後ろにメイドたちが、アイドルマスターがいる、後ろに。鑑識か。お前、そんな髪型だったのか。似合わないからやめた方がいいですよ。娘の自分だからこそ気づける証拠が、みたいなこと、さっき言ってただろ。さあ、いつ気づくんだ。わかってるって。何か気になったらすぐに言うから。なんか後ろからなんか前と後ろで髪型全然違く見えるな。これオールバックに見える。こっちから忘れるわけないじゃん。多分ずっと覚えてる。ずっと覚えてる。あのお口アングリ。死ぬまで一生お口アングリだから気になったら言うってば。そろそろ気になるところができたんじゃないか。もうしつこいな。まだか、ね、しつこい男は嫌われるよ。大丈夫だ。もう嫌われてるからだ。ただでさえ、伊達は。ただでさえなんだ。いいから早く捜査しなって。わかった。ただでさえ、なんなんだ。そんなこと気にしてる場合じゃないだろう。水木、そろそろわかったか。だから言ったでしょ。じっとしてる方が辛いんだって。だが実の父親があんな姿で発見された。その現場に娘が平然とやってくるなんておかしい。そう言いたいの。まあ連れてきた大人もどうかしてると思うが。どうかしてるぜ。でもこれは私が望んだことだから。逃げたくなかったの。戦いたかったの。自分の中の弱い心と。弱い心。メイドの写真。アイドルマスターがいる。何じっと見てんの。え、アイドルマスターを見てました。気持ち悪い。同感だ。これには伊達も沈黙。監視カメラ。昨日の監視カメラの映像は残念ながら見ることはできない。なんでじゃ。カメラを管理している PC からすべてのログが削除されていた。だけ周到だよ。バックアップは存在しない。クラウドにデータを上げる仕様にもなってなかったようだ。完璧な犯行。こんなすべてのデータベースに潜り込むやつがいたらすぐにでも解決しそうなもんだが、人の記憶にも入り込めるんだぞ。絶対に逃れられなくね。ねえ、鑑識の人。名前は？君の名前を教えてくれ。え？君の名前を教えてくれ。耳が遠いのか？名前を聞いてるんだ。鏡と言います。お！ガーカミじゃん。ガーカミやん。鏡です。鏡って。と耳が遠かったわ。もう一回言ってくれ。鏡。鏡。ちょっともう一回。お電話口が遠いようですか。鏡だって言ってるでしょうか。どうしようか。っていうか前にも教えましたよね。もう立ったぞ。あ、去った。じゃあもう一回。彼の名前は完璧に覚えた。でも見た目がモブと変わらないんだわ。彼の名前は脳溝の奥に刻み込んだ。これもう一回あるな。さあ、どこまで聞けるこれ。彼の名前、なんだっけ。逆に忘れて。
なあ君、名前は？名前は？だから鏡さんだってば。お、お前も覚えたの？何度も聞くなんて失礼だよ。お前に失礼って言われるとはね。俺は鏡とのコミュニケーションを楽しんでるんだ。そうですよ。僕らの楽しみを奪わないでください。共通認識だったのか。共通認識だったのか。いえ、今日になって見つかったものは特に。ちゃんと休んでるか。いえ、ここ2日ほどはまるっきり。おいおい、たまに休め。まあそうなるよな。事件が解決したらゆっくり休むといい。ええ、伊達さんもね。伊達のコミュ力。俺も伊達ちゃんになりたい。キルの下や3本のワイヤーによって吊るされていた。そのワイヤーの一端にかけられていたのがこれら3つのビールだな。ビールダルだな。樽の容量は20リットル。3つともビールが充填された状態で、重量は1つにつきおよそ25キロだ。おお。大丈夫か。そんな装備で大丈夫か。ちょっとぼーっとしてた。無理するなよ。こんなの全然余裕だよ。別に死体があるわけじゃないし。この水木はあれだな、本当に近くにいてやらないとダメなタイプかもしれんな。俺が近くにいてやるから。武器は水木にあげるか。お前には必要だろ。一本あたりの容量は200リットル。空の状態での重量は20キロ。すごすぎ。アイボン、中を調べてみるか。ドラム缶、中には猿が入ってる。お、エクスレイ。なになに、え、なんかあんの。お、なんか、な、な、これなんだ。あれは中に何か入ってるな。俺はドラム缶の前へと足を運んだ。何この絵。どうやらこいつはオープンドラムのようだ。オープンドラム、クローズドラム。開くことができるタイプのドラム缶だな。あ、開けてみよう。中に猿が入っている。時計だな。これは沖浦の時計か。間違いない。時計か。ということは沖浦はこのドラム缶に運ばれてここまで来たってことだ。その途中で時計が外れたんだ。は沖浦がいつもはめてた腕時計だ。だがどうしてこんなところに。ガワミちゃん、調べてくれよ。本当に平気か。だから大丈夫だって。そんなことより捜査でしょ。もしかしてだって私とおしゃべりすることでサボろうとしてない？ちょっとお願いしたいんだけど、これ X レイで。ああ、もうあれはゲットしたのね。じゃあそしたら手持ちのやつをさ、あとは何か証拠になりそうなものを。槍ではなく森と いわゆるトライデント。こいつが殺害でないな。血の跡が見当たらないし、沖浦の体にも刺し傷はなかった。トライデントの殺人。トライデントじゃないと倒せない敵。うん、もうり立てて何も。死体が吊るされていたのはこのカウンターの近くだったが、司法解剖の結果、沖浦は死亡時に筋肉の弛緩によって腸の内容物を排泄していることが分かった。平たく言うと。だが死体や店内にはそれらの痕跡が一切見当たらず、このことから沖浦はどこか別の場所で殺害された可能性が高いと考えられる。なるほど、うん、まあ沖浦の
尊厳のために平たく言うのは避けた。72キロの物体をここまで運んでくるのは大変だっただろうな。72キロ、沖浦の体重だよ。私は骨格や筋肉、脂肪のつき方から人間の体重を推定することができるんだ。よし、相棒、ボスの身長体重を教えてくれ。それが君に与えられた使命だ。相棒、昨夜発見された時の死体の様子再現できるか。ああ、もちろん可能だ。厨房の窓。出入り口。エレベーターがあり、それに乗ってフロアへ出てきた。エレベーターがあるなら運べるな。昨日のエレベーターの運行記録を調べられるか。待ってくれ、確認してみる。相棒優秀すぎる。見つかったぞ。記録は管理会社のコンピューターに自動送信されるようになっていた。それによると、昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間にエレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。たった一度。午後8時55分。8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだ。72キロを引くと68キロ。ドラム缶の重さが20キロということは、体重48キロ。でもおかしいな。おかしい。それだったら、女の人が総重量 72たす20の92キロを運んでたってことだよ。そんなことは不可能だ。どういうことだ。迷宮入りしてきたな。メイドの写真。やっぱりひとみさんか。待てよ。確か体重を聞いたキャラがいたな。アセトンだっけ。体重聞いたのはアセトンだっけか。まあでもアセトンじゃないよな絶対。瞳の方が俺怪しいと思って。もうカウンターが。じゃあちょっとお口の中を見ますね。司法解剖の結果、沖浦の体内からはベンゾジアゼピン系の薬の成分が検出された。ベンゾジアゼピン、これは鎮静剤等に用いられる薬物で、血中濃度が極めて高かったことから沖浦は死亡する直前まで意識が不明瞭な状態にあったのではないかと推測される。薬を嗅がされたってことか。大きいが目が右目は残ったままだ。左目、左目がくり抜かれ、眼球が抜き取られたのは被害者の生存中。ないと寂しいな。証拠の時と一緒だ。なんか詰めておこう。ティッシュでも詰めておこう。首、あ、絞殺された。絞殺か。そうだ、顔面には鬱血が、また口腔粘膜等には溢血点が見られる。散々な死に方だな。これが人生の集大成だったという。どちらも考察された際に現れるものだ。凶器はねじられた布製のものと考えられる。意識不明の状態にしたと考察。犯人はこれを沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで沖浦を窒息させたのだろう。具体的な死因は頸部の血管閉鎖による脳循環不全。脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで締め殺したってことだ。死亡推定時刻は昨日土曜日の午後8時頃。土曜日の午後8時。俺と水木が死体を発見した2時間ほど前か。じゃあ割と死にたてほやほやの状況だったんだな。死体の発見時刻は昨夜の10時20分。第一発見者は言うまでもなく伊達と水木だ。沖浦の死体は天井から釣り上げられた魚のような形で。釣り上げられた魚のような形で。こだわりがすごい。フックが上顎に突き刺さり、フックにつながれたワイヤーが天井の梁に渡されていた。ワイヤーのもう一端にもイベント性がすごい。そちらはそれぞれ3つのビール樽にかけられていた。ちなみに今のところ
どこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。何にも残っていない。まあ残ってたら相棒は調べちゃうからな。でもない用意周到ですよ。これは気になるところは全部調べ終えたか。そうだな、新たな場所で情報を収集すべきだ。よし相棒、次のメイド喫茶に行こう。水木、もう満足したか。何言ってるの、まだ捜査は終わってないでしょ。だが何人か話を聞いてみたい人がいるの。え、誰？加賀の。誰に聞くんだい？太田の話。お、イリス。まず太田から行くか。どうでもいいから。うん。散歩家の常連の太田なら何か知ってるかもしれないし。どうコミュニケーション取ってんだよ、こいつ。そうだ。電話をかけてみるね。太田の携帯は故障中だ。水たまりに落としたらしい。まったく王丹はドジだな。話を聞くには本人を探すしかないな。ダメを求めてるのか。多分レムニスか松下食堂にいるんじゃない。松下食堂、イリス。うん、イリスはパパが経営してる芸能プロダクションレムニスケイトのタレントだし。なんか殺してそうだもんな。前にこのお店で働いてたこともあるから。何か知ってるかもしれないと。待ってて、ちょっと電話をかけてみる。なぜメイドを移す。だが全くつながる気配はなく、多分あの着信先を見ている場所に心当たりは拒否られてる。ああ、なんだこいつか。イリスは活動範囲が広いからな。活動範囲、ネットとテレビを往復して。伊達が知ってるかどうかは分かんないけど、黄金横丁って飲み屋街があるでしょ。黄金横丁。パパはそこにあるマーブルってお店の常連だったんだ。そのお店の人ならパパについて何か知ってるかも。龍が如く感が出てきた。伊藤スミス、松下食堂、それからマーブルか。分かった、とにかく行ってみよう。うん。あ、ちょっと鏡に挨拶してから。